さーて4時間目終わった、お弁当食べよっと。そういや、トイさんのお弁当ってどうなの？あ、いつもお母さんが作ってくれるんだよ、美味しいの。あ、でもそういや今日あけみが忙しいらしいからお父さんがお弁当作ったぞ。今日お父さんがお弁当作ったんだった。まあでもあいつの作るチャーハン美味しかったりするし、まあとりあえず開けよう。なんだこの髪、たくさん食べてお胸が大きくなあれ。マジでキモいな、あいつ一回訴えようかな。まあまあお弁当美味しかったらいいじゃん。どうなの？二段弁当だね。まず上はご飯だ、で下はご飯だ。ふざけんなあいつマジで。おかずどこだおかず、こんなじゃ胸そらたんぞ。まあまあトイさん、俺がおかずあげるよ。あ、マジありがとう。ゼルの弁当どんなの？俺ね、自分で作ったんだ。え、それはすごい。最近キノコが好きでさ、キノコ弁当。気持ち悪い。え、ヘルシーでよくない？だとしてもキノコオンリー。バイオハザードに出てきそうだよこれ。まったく君たちの弁当は貧相だな。おう、サタン、あんたの弁当はいいの？当然豪華すぎる弁当だ。見よ、肉だ。焼けてなくね？あ、バカかこいつ。誰かライター持ってない？焼く気かライターでやめとけ。だが他にも食事を持ってきてる。見よ、冷凍餃子。解凍できなくね？あ、ほんとバカだな。誰かやっぱライター持ってない？ライターで解凍もやめとけ。なに、みんなお弁当食べてるの？うん、ゆりちゃんのお弁当どうなの？私美容に気使ってるから美容サプリメント弁当よ。ゆりちゃん心配、なんかすごく心配。ちょ、みんな弁当偏ってるしさ、みんなで分け合おうよ。クエンのキノコと米しかねえよ。動画見てくれてありがとう、チャンネル登録よろしく。動画の他にも裏話を話す生放送をしてるので、ぜひ来てくれよな。詳しくはツイッターをチェック。